まず挑戦者世界ジュニアライト級8位アルフレッド・エスパララの入場です。ボクサー生活の中で最高のコンディション、ゴングと同時に最終のパンチを繰り出しますとノックアウト宣言をしたエスパレラ、今晩が初の世界タイトルへの挑戦であります。サルセーロ、陽気なやつと異名を取るエスパレラ、173センチの長身をリングに見せました。チャンピオン柴田が入場いたします。ふるさとでの世界戦だけに気合が入ります。チャンスがあれば1ラウンドで倒しますと闘志満々、日本人として最高の12度目の世界タイトルマッチ、しかも今晩は世界タイトル通算7度防衛の日本記録をかけて対戦いたします。大歓声に送られて柴田が今リング下で十分に足の滑りを止めまして今登場いたしました。両選手固い握手を交わしまして、さあこれからいよいよ世界ジュニアライト級タイトルマッチ、柴田選手は身長が163センチ、エスカレラが173センチと10センチ違います。リーチは柴田が 160.5 センチ、エスカレラが180センチと、まあ、20センチ近く違うわけですよね。まあそれをまあ左のジャブあんまり打たないと思いますけどね、うまくかいくぐって懐に入ることですね柴田君は。さて両選手の紹介です。チャンピオン柴田、挑戦者エスカレラが紹介されました。今晩のレフィーはご覧の森田健、ジャッジが吉田優作と金谷武明であります。なお今晩の試合採点項は10点項であります。そして日本製の6オンスのグローブが使用されております。八尾田さん、その、はい、とにかく私大変興味があるのはですね、このエスカレラがどんなボクシングをするかということなんですけどね。そうですね、はい、ちょっと想像もつかないですからね。もう1回目柴田君がね、いきなりあるいは行くかもしれないですね、まあ、初めての世界タイトルということでね。さあゴングがありまして第1ラウンドの開始でやります。白いトランクスがチャンピオン柴田、そしてコーヒーブラウン褐色の肌がもちろん挑戦者のエスカレラであります。まあ、フットワークはそうないという感じなんですけれども、やはりカウンターですね。そうですね、はい、フライヤーが当たりました。中間距離にいては八尾田さんまずいですよね。少し中へ入ることですね、はい、第1ラウンドが最も緊張いたしますと語っておりましたチャンピオンの柴田。まあ、米倉会長はですね、左のフックアッパーを警戒したいと。確かにそうですね、非常にうまい左のフックアッパー打ちますからね、はい、それと思いっきり打ちますよ。そうですね、この辺りは慎重でやります。ですからでもほとんどパンチを出しません。左のジャブストレートはそうスピードはないようですね。おっと左、柴田の左に当たりました。
それともう一つその米倉会長はですね、はい、エスカレラの右はの振りが大きいしスピードがないんで柴田は食わないだろうということを言ってましたかね。ただね、柴田君左を打った場合ですね、左をまっすぐ下げてくるんですよね、はい、左のガードが空きますからね、それを気をつけないといけないんですね。あ、そうですね、はい、これはエディ・タウンゼントトレーナーも盛んに柴田に注意を与えておりました。両選手ともベストコンディションでリングに登っております。ただ八百田さん、柴田の場合には1週間前に風邪をひきましてね、ただこれがね長丁場になるとちょっと苦しんでくるんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか、はいはい、エスカララを見た感じでは顎が尖っておりまして、打たれ弱いのではないかという評もありましたけれど、本人の話ではまだダウンは1回もないと言ってましたですね。一度ノックアウト負けがありますが、これは左の目の上を切って TKO で負けたものだと言っております。これまで見た感じでエスカララどうですか。やはりあのカウンター狙ってるんじゃないかなと思いますね。あ、確かにその懐の深く、リーチのある選手というのは、まあ、柴田選手、あっと右のクロスです、左を当てました、右のフックでやります。柴田選手にとってはそうやりやすい相手ではないんですけれどもね。おっと右のアッパー、左のボディーブローを見せました。チャンピオン柴田、左のダブル攻撃でやります。エスカレラはあまりパンチ出しませんね。相手をよく見てということじゃないですかね、今回は。ほとんどパンチを出しません、挑戦者のエスカレラ。柴田動いています。白いトランクスがチャンピオン、顔を見せております。挑戦者のエスカレラ、左のボディーから顔面、柴田得意のパンチでやります。また左から右、ちょっと浅かったですね。そうですね、しかし顎をかすりました。第1ラウンドほとんど時間がありません。ゴングニコニコ笑って手を叩きました。エスカレラ第1ラウンド、八百田さんの採点は10対10と互角でやります。ご覧の赤コーナー、チャンピオンの柴田は52戦44勝25 KO 勝ち、5敗3引き分け。今晩が4度目の世界タイトル防衛戦であります。もちろん通算防衛記録7回という記録がかかっております。さて試合は第2ラウンドに入りました。柴田選手は好不調の目安として、その上半身がよく動いているときは好調だと言われるんですが、第1ラウンドを見た感じで柴田選手はどうですか。いいですね。それとね、柴田君のいいときはですね、はい、上半身を前へ倒してフックを打ちました。そうですね、今八百田さんの柴田の左のフックが当たりましたね。そうですね、いいですね。ちょっとやはり体重を後ろに持ってきますと、ね、左のフックが遠くなりますからね。ああ、フック打つ場合ちょっと前かかって左のフック打つと非常によく当たるんですよね。なるほど。しかしエスカレラも思い切ったの右のアッパーカット振ってきましたが、はい、これが当たると怖いですね。そうですね、から1回と2回あまり変わらないですね。これまでの世界タイトルマッチでは柴田選手が非常にコンディションのいい時にノックアウト負けをしているだけに、米倉会長もその点を大変に心配しておりましたが、さて今晩はどんな試合を見せるでしょうか。柴田の生まれ故郷日立市から、およそ車で15分ほど離れました笠松運動公園体育館からお送りしております。おっと右のカウンター、そうです、怖いですね。エスカレラの右のカウンター、右のストレートを見せました。柴田選手と同門の小出が言ってましたけれど、このエスカレラのパンチというのはですね、ずしーんとくる重いパンチなんだ。そうですね、今ちょっとアッパーを見せて笑いを見せましたエスカレラ。スピードは、はい、接近戦下手ですね。そうですね、あまり接近戦は上手くないと思いますね、はい、柴田が中間距離にとちょっと危ない距離でやりますが、おっと思い切ってみました。柴田も振り返りしましたが、これは両選手とも当たりません。ただ八百田さん力が入ってますね、盛んに赤コーナー、チャンピオンコーナーから柴田スピードスピードという声が飛んでいます。超満員の運動公園体育館2000杯、おっと右グラッとしました柴田、危ない左右フックの攻撃です。
おっと危ない、柴田グラッとした、あっと危ない、柴田危ない、柴田危ない、柴田耐えています。激しい攻撃、ダウン、ダウンですね。柴田ダウンでやります。大無事になりました。さあどうか、柴田打てない。カウント6、7、8、9、6カウントでやります。新チャンピオン誕生。思わず飛び上がりますエスカレラ。Japan.